ちゃんとした夢みたいなのが正直、まあ、なくて、プロゲーマーすごい昔から憧れてた職業であったんですけど、まあ、自分がそれになるとはもうちょっと思ってもみなかったですね。初めアカデミーのコーチとして自分が入って、ヒロロンが一人目の選手としてアカデミーに入って、突出してるというよりは平均的に高いタイプの子だなって思いました。なんか何でも器用にこなすっていう感じですか。彼がバロラント全体ディビジョンだけじゃなくて、この日本シーンにおいても代表となる選手になっていってもらえたらなと思ってます。横浜は、まあ、観光地としてもちょっと有名なんですけど、まあ、すごい綺麗な街が多くて、まあ、自分はずっと神奈川の横浜に住んでて、まあ、そこで幼少期から親二人と姉と住んでるんですけど、明るい家庭で、まあ、みんな仲良くて、まあ、多分結構自分とみんな似たような性格で、いつも家が騒がしくてみんな仲いいなっていう感じの家族です。子供の頃はちょっとあんまり自分記憶がちょっと薄れてるんですけど、まあ、割と活発で結構スポーツとかもサッカーとかもちょっとやってて、でも昔からすごいやっぱりゲームが好きで、他の人がゲーム持ってたらそれを貸してもらって遊ぶようなことが多かったですね。きっかけはその親がたまたま多分家にパソコンをノートパソコンを持ってて、 MMO とか、まあ、メイプルストーリーとかそういう感じなんですけど、それを触って、まあ、そこから PC ゲームをやるようになりましたね。ちゃんとした夢みたいなのが正直、まあ、なくて、プロゲーマーすごい昔から憧れてた職業であったんですけど、まあ、自分がそれになるとはもうちょっと思ってもみなかったですね。最初は自分はベータの頃からやったんですけど、そのキーみたいなのをすごい欲しくて、もう頑張ってそれをもらって、もう最初プレイした時も、もう割となんていうの、運命を感じたというか、本当に楽しくて、もうそれで運命的なものを感じましたね。アカデミーがこうやって作られてきた理由としては、もちろんサッカーとか野球とかでも同じですよね。若い子たちをどんどん育成していって、将来有望な選手、そのゲームタイトル自体が最終的にはなくなってしまうんじゃないかなっていうのが僕らはもともと考えていまして、アカデミーを設立するっていう方向に決めたっていう形になってます。ゼータのオーナーの西原さんから声をかけてもらって、まあ、その新しくアカデミーを作るんで入らないかっていうお誘いが来て、まあ、それに、まあ、魅力的だなと思って入ったっていう感じですね。初めアカデミーのコーチとして自分が入って、でヒロロンが一人目の選手としてアカデミーに入って、突出してるというよりは平均的に高いタイプの子だなって思いました。なんか何でも器用にこなすっていう感じですか。まあ、ただやはりアカデミーチームだと年齢的な問題もありまして、やはりちょっとこの日は高校学校に行かないといけないから活動時間がかなり狭まっていた。だからまあ8時ちょっと前集合で11時半には終わるかなみたいな感じの、実質3時間半ぐらいなんですかね。最初の頃はそういう風なスケジュールでやってました。まあ、みんなその学業と両立してるってのもあって、結構活動時間は短かったんですけど、そのボルスさんに基礎的なあのマップの動かし方とかマップの動き方とかを教えてもらって、それをスクリームで実践していって、どんどん基礎的なものを積み上げていくようなことが多かったですね。でもまあ正直、まあ、プロとしてはまだ知識が足りてないので、まあ、もうちょい経験を積んだら挑戦してみたいなとは思ってます。まあ、アカデミーがなかったら、まあ、ここまで上がってこれなかったのかなとは思います。This guy is on a heater tonight. ヒロロンがアカデミーの時っていうよりかはフェンデルに所属して VCJ チャレンジャーズの方に出場している時の彼のプレーだったりとか、普段の生活の面だったりを見て、あ、彼は確実に日本を背負えるような選手になるなっていうのは思いました。If he's going to continue on that trend, then he is very quickly going to be one of the most valuable players, not just on Zeta, but coming out of Japan, period. And Hiron holding on. He's on top, and Hiron breaks him down. So, 映画館で大きいスクリーンで
すごい音響で、まあ、引き込まれる感じがすごい好きで、なんて言うんでしょう、臨場感っていうんですかね、まあ、物語の本当に中に入ってるような臨場感が好きでよく行ってます。今度は自分が見られる番だ、映画館で見るような、だからやっぱり本当になんていうんだろう、雰囲気がすごくて、もう観客の盛り上がりとかそういうのをやっぱり現地に行かないとやっぱり肌で感じれないところはあると思うので、結構盛り上がってるというか、自分の心が踊るような、まあそのオフラインでできるのが結構好きなので楽しんでますね。まあめっちゃ勝って自分の名前をもっと広めてほしいですね。見えないところでのスタッツに見えないプレーがうまい人ってやっぱりあんま目立たないんで、昔からめっちゃうまいんですけど目立ってないんで、なんていうんですか、その世に知らしめてほしいですね。はい、それパシフィックリーグをそれの題材にしてほしいです。彼がバロラント、ゼータディビジョンだけじゃなくての日本シーンにおいても